青コーナーより選手入場。さあ、アメリカンプロレスの象徴がド派手に入ってまいります。赤コーナーより選手入場。アメリカの超大物、この男が入場してまいります。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。キックを打っていきます。ガードします。タックルでぶちかまします。いやー、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。ラフサッポーに転じます。蹴ってまいります。腕をフックします。打たせません。掴みます。ストバックに突き刺さります。抱えます。パンチで返します。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。掴んだ。フロントからのキック、掴みます。この辺りラフに転じてまいります。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しておりますこの男。アスノでも程よいと思われるその背中は、まさに五光が差しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。まだ序盤ですからね、こういう技は読まれやすいですよね。そうは問屋は下ろしませんね。掴みます。キックで返します。行くのか、逆に投げてまいります。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。させません。グーを打ち込みます。グーパンチです。ナックルを打ち込んでまいります。あと、リバースで返してまいります。起こしてまいります。こういう投げ技っていうのは、一見上半身の力でいく感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんですよ。ああ、なるほど、まさにスープレックスはへそで投げろって感じですね。はい、返してまいります。さあ、粘着質激しいこのサブミッションいかがですか？そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。
フロントに捉えます。パンチで返します。バックに回った。エルボー掴んだ。ブロックします。バックを取ります。バックに回ります。あっと膝十字で切り返す。フロントに捉えます。させません。腕をフックします。強烈であります。 DDT。 蹴りを見舞ってまいります。巻き投げで切り返します。拳を落とします。フィストドロップ。スタダー強烈。引き起こす。スタダーが突き刺さった。抱き起こす。組み合った。あっと逆にパンチ。腰に手を回す。外した。あっとキャッチした。エルボーを打ち込む。鉄拳制裁ナックルアロー。エビに固める。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。あっと逆に蹴っていった。弓を引く鉄拳。スタダー片エビに持ち込む。ロープに逃れました。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。立たせていく。いけるか。あっと逆に投げていった。アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。ロープブレイク。10分経過。タイミニスコーン。組み合った。コーナーに振ってラリアット。起こした。肩気味に入りましたよ。ブロック状況から。引き起こす。あっとスピア。抱き起こす。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。いけるか。スタダーが突き刺さった。抑え込んで。カウントスリーが入りました。